はい、行きますよ。はいはい、ここは、はい、はい、行きますよ。今日もちょっと、もう撮ってますからね。はい、OK。これは、なんですけど。今日は、花井さん。美深町に来てますからね。どうですか。何回か書いてますもんね。ね、何回か書いてますもんね。あ、マジで。お互いに書きっこしたことがある。あ、そうそう、そうそうそう。花江さんを家に呼んでくれてね。うん、そうなんですよ。はい、ちょっとこっち見てくださいよ。こっち見てくださいよ。はいはい。で、花江さんは、スケッチ仲間でございますか。はい。どういう、ね、作品展やってます。作品展やってますか。皆さん来てくださいよ。サークル展。でも明日の30日、うん。明日で終わりですからね。こういう感じでね、こういう感じ、お急ぎで皆さん、はい、そうです、そうです、そうです。もう明日で終わっちゃいますからね、皆さん来てくださいねって言ってもね、もう来れないかもしれませんけど。ちょっと今回似てないな、これ。ちょっと似てないのは勘弁してもらってね。このぐらい勘弁してもらってくださいね。あ、尾形さん、もう帰ってんですか今。尾形さんも絵を描く人なんでね。あ、ちょっと見せてください。うお、早いですね、さすがに。もうみんな絵を描く仲間なんですよ。ね、本当にね。いろんなところにね、来てくれてね。本当に。あ、今日、なっちゃんは仕事ですかね、やっぱり、ね。そうなんですよ、仕事で健康診断なんですよ、ね。健康診断は行かなきゃいけませんね、やっぱね。俺は行かない。うん。かわな。かわなね、あがさんの、ね、首太いな。首、いいっすね、なんかすごいこう。長ネギ持ってきて。いいかね、これ。髪の毛が かっこいいんですよね。これ自分でデザインしたんですよ。わかりました。それを書いておきますね。ちょっと待ってください。いいです。メガネ変えましたか。メガネ変えてますね。変えてますか。いつから。あ、でも2年ぐらいになるかな。そうですね。口の感じはこうかな。あ、こういう感じなんですよな。そうですよね。こういう感じかな。いつも動画で見てるからいつも合ってるような気してる。そうですよね、そうですよね。こういう感じですかね。すごい、そっくり。あ、そっくり、あ、よかった、そっくりいただきましたが、お馬がちょっと切れちゃいますけども、ちょっとすみませんね、このぐらい書いておきますかね。後から尾形さんが自分でデザインをした T シャツということですから。こういう感じ、はい、できましたよ。こういう感じ、はい。ケンちゃんです。私書いてもらいます。今書いてますね。今 ね、早いね。尾形さんももう一回見せてください、はいはい。わあ、嬉しいでございますね。絵っていいですね。絵っていいですね。楽しいですね。はい。こんな感じでやってます。そうなんですよ。皆さんが、まあ、みんな来てくれて、下川からと、旭川からと、なんかいっぱい来てくれてます。いいですね。そうです、来てください。これ、なんか尾形さん作った T シャツで。いいでしょ。いいでしょ。スケッチ仲間っていいですね。ちょっとぐるっとまた、花井さんの方にちょっと、絵を。花井さんの絵が、後ろに。ああ、花井さんの絵。いいですね。花井さんの絵が。私が邪魔なんだな。そう。ちょっと。自分が邪魔ですけど、ごめんなさいね。明日で終わりですけど。網走ってきました。はい、じゃあ、はい、私もじゃあ、あれですね、10月には、うん、ビフカに行って、あ、そうなの、ね、10月の第4木曜日にケンちゃん先生はうちのサークルで似顔絵コーナーの、はい、生意気にも、ね、生意気ですよね。はいはいはい、じゃあ、さようなら。はい、さようなら。それでは、さようなら。はい。あ、モレーナです。モレーナさん、おー、モレーナのマスターです。はい、美深町の花井さんの展示に、いた栗岩さんに来ました。絵描きさんです。マスターさんです。私も一回行ったことありましたね、モネさん。こう、描かれますか、よく顔は人に描かれたりしますか。ここに一人。ああ。僕はキャラクター描いて。この他はいますか。描いてくる人。そんなに描かれないですか。あ、写真はよく撮られる。あ、いやー、分かるような気がしますね。写真撮りたくなるっていう。笑った感じどうなるのかなっていう、ちょっと。
こうひげがですね、ここちょっとこう中央にこうぐっとこう巻いてる感じが、こういう感じだよね。ちょっとこう伸びてる感じですね。これで勘弁してもらいますか。これで どうでしょうか。どうでいいですかね。どう。あーどうしたって、なんかあれば、え、なんかあります。あ、はい、なんかないって、なんかあります。なんかメッセージ、メッセージ。そういえば今年の暮れぐらいに、はい、あの世界史をした旅行記なんですけど、はい、2回やってるので2冊出ますので。題名はね、最初のが昭和放浪記で、昭和放浪記、はい、2冊目が平成放浪記。平成放浪記、はい、はい、これどこでも買えるんですか。北海道内の書店で買えるっていうことですけどね。分かります。あとはうちでもモレーナでも買えます。モレーナさんですね。下川町のモレーナさんでも買えるということ、はい、はい、そうです、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんなところですよ。ありがとうございました。岐阜館町の花石さんの展示に、来られた。いやー、分かる気がするね。写真とか。すごい。ちょっと僕は、笑った感じどうなのかなって。そうだね。ああ。はい、入ってる。すごい。